こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットのランボルギー週刊ランボルギーニ三浦を作る、こちらの22号ですね、こちらが届きましたので作業をやっていこうと思います。今回もね、引き続きエンジンの組み立てになるんですけども、かなりね、エンジンの出来がいいっていうのでね、僕はウキウキしてるんですけれども、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、ではやっていきましょう。今回の22号はウォーターポンプを取り付けるということで、入ってる部品はこんな感じ、ウォーターポンプだったり、これオイルフィルターらしいですね。オイルフィルターとかセルモーターとかその辺の部品が入ってるので、これらを組み付けていきましょう。はい、というわけで、まずエンジンを出していきます。エンジンを出してきて、ウォーターポンプがつくのがここになるので、このウォーターポンプをこことここの穴に合わせて差し込みます。こういう感じ、こういう感じで差し込んであげる。まあ、クランクからの回転でここの中のポンプを回して、こう水を送るっていう構造ですね。はい、ウォーターポンプで次に、このオイルフィルターの、この裏側のこの穴とここを差し込んであげる。で、鍵型になってるんで、刺さる向きが決まってるんでね、向きをちゃんと確認しながら差し込む。グッと、ちょっと固めですね。固めなんで奥までしっかりと、差し込みます。こういう感じ。はい、そしたら次に、こっち側、こっち側を向いて、まずこのパーツ、このパーツ、パイプのパーツですね。パイプのパーツをエンジンブロックとオイルフィルターの間につないであげる。こういう形、こういう形でつないであげて、で次にエンジンマウント、このエンジンマウントのパーツを、向き的にはこう下向きになるようにかな。あ、これなんかやらい緩いな。ちょっと待てよ。あ、なんか順番が書いてあるな。エンジンステイの突起をエンジンの穴に差し込み固定する、固定するって書いてあるんですけど、これゆるゆるなんですよね。これどうだ、接着しちゃって大丈夫なのかな。どうしようかな。で次に、このセルモーターをここにセット、差しにくい。セルモーターをここにセット、セルモーターをここにセットしたら、その次にこのオイルパイプをつけるっていう順番で一応書いてあるんですけど、まあ順番通りじゃなくても大丈夫でしょう。でこのエンジンマウントは接着しちゃっていいのかな、どうなんだろうな。書いてないんですよね。差し込み固定するしか書いてないんで、接着するとまずいような気もしないでもないんだけど、どうだろう。不安だな。まあちょっとね、これ多分車体に固定するときにここにね、こうパーツが組み合わさるっていう形になると思うんで、これ固定しちゃって後でね作業がしにくくなっちゃうっていう可能性もあるから、ちょっと接着しちゃうの怖いですよね。なんでまあなくさないように、まあ後でテープで固定しておきます。はい、
はい、じゃあ次行きましょう。次に、このオイルレベルゲージ、オイルレベルゲージをオイルパンのここに差し込む。穴の形が D の字になってるんで、穴の形を合わせて差し込むんだけど、差し込みにくい、折れそう。よし、こんな感じでレベルゲージを差し込んであげたら、次に、この T 字のこのジョイントの、ここにこのシルバーのビニールチューブを差し込む。これを差し込んであげて、で、このキャブから生えてる配管の長い方ですね、長い方を、T のこのここに差してあげる。ここにね、ここに差してあげたら、これをこっちにグーッと持っていって、でこっちの短い方とつなぐと。よいしょ、こういう形、こういう形で、燃料の配管がね一方にまとまりましたっていう感じになります。こういう感じ。そしたらこれで一応今回の22号の作業は終了になります。こんな感じ、オイルポンプがついたのと、あとこの辺のねパーツがついたっていう感じになります。かなりねエンジンのディテールいい感じになってきましたよね。こんな感じ。おー、やっぱ取れた。ほらね、あとでちょっとテープで留めときます、写真撮ってからね。はい、こんな感じ。そしたら次の23号、次の23号では、オイルポンプを取り付けるということで、オイルポンプとか、オイルフィラーキャップとかが入ってるっていう感じみたいなので、これらをねまたエンジンに取り付けていくっていう作業になると思いますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。